今回は、生戦対局のの2つ目見ていきたいと思います。では封じ手の局面から見ていきたいと思います。封じ手は、こちらのね、こっちに伸びる手でしたね。一応、昨日の動画で封じ手の予想としては、この左に伸びるか、上に伸びるか、まあ、たこの、三3つけるかの3択ですよという話をしたんですけど、まあ、その中でもこっちに打ち手を選択しましたね。 で、こちらに打って割り込んで。で、ここで、こちらに打つ手を優先しましたね。えー、ここでちょっと AI の予想とか見ていきたいと思うんです。AI の図をね、見ていきたいと思うんですけども、やっぱなんかここら辺、三々見つける手は絶芸がね、結構示してましたね。やっぱ、一、うん、回味付けにはなるってことなんですかね。黒の受け方様子見てという手なんですけども。 で、こういう手を示してました。こんな手をね、示してたんですまあ、ここに打つても考えられるんですけど、やはり、ここら辺が薄いですので、間を裂かれると、ちょっと右上の、右上の白も、はっきり生きてるわけではないですので、で自分がね、弱く、 黒がここの大ゲームに滑るっていう手をね、狙われてて、一応目がなくなる形ですので。まずは自分の弱い石を補強しに行った手ですね。いつも今は非常に手厚い打ち方で、ね、いい手だったかなと思いますね。まあ、弱点を作らないと。弱い石から動いて、逆に右上の黒に対してプレッシャーかけていきますよっていう手ですね。 で、黒も、まあ、次にね、なんか、テーマとか、後ろに打たれると、別に黒がね、これ取られる、あの、ここに、実,実践ここに打ったんですけども、まあ、これ生きる手もあるんですね。いける手っていうか、右へ受ける手もあるんですね。例えばこういう風に打って、まあ、こう打てば簡単に生きてますけども、ここに打たれるのが嫌だったということですね。まあ、これで別に、えー、まあ、黒は、 普遍別に取られるわけではないんですけども、まあ、ここら辺打ってね。これぐらい。まあ、ちょっと難しいんですけど。まあ、ここに、いつでもここに切れば、えー、まあ、取れてますので、うん、別に、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、ちょっと辛い。まあ、こういうふうに、中に手に入ったりするのが、 辛いってことですね。まあ、ここら辺も AI の図見ていきたいと思うんですが、AI もね、やっぱり真ん中、手を示してますね。これ、まあ結構、こう打たれて右上の死活もはっきりしてないんですけども、怖いんですけども、ただ、ここら辺の付け越しの、味があって、なんとかなるとは見てるようですね。非常に難しいしのぎ。 勝負になりましたね。実戦もその進行になりまして。結構これ難しいしのぎですね。あの、すっきりとした雪は、うん、はっきりとはしてないんですので、これも,もう無条件で生きるっていう絵が難しいので、非常に難しいしのぎ勝負になりましたね。評価値は五分なので、正しく打ば、うん、五分。 書くということですね。で、こうやって。評価値五分ですね。で、こうやってかわしましたね。やっぱまともに行くのは、ちょっとここ、黒がここにつけるっていう弱点もあるので、まあ、無理やり取りに行くと、まあ、黒にここに滑られる、滑られるのですね、白の目もないわけですから、うん、だから一方的にね、白が、 あの、黒を攻めてるわけではなくて弱点もあるわけですね。実戦は一体まあ自分の弱点守ってですね。でやっぱここら辺、あの、勝負をね、あの、勝ち急いでないというか、冷静ですよね。あの、白としては、守るべきところはしっかり弱点守ってるというところで、これがやっぱり一力さんが導き出した、 イヤマ・オーザへの対策なのかなと思いますね。結構イヤマ・オーザが最強集の連続で石を、石が張った打ち方しますので、まあ、手厚く打ってればチャンスは、ええー、あるだろうというところで、まあ、黒が無理な手を打ってくる手をカウンターで行こうっていう打ち方かなと、非常に手厚い打ち方かなと思いますね。で、ここで、 ここで初めて評価値動きましたね。ここまで5分だったんですが、えー、少し動きました。AI の図見ていきたいと思うんですが。AI の図なんですけどもね。ここにぶつかる手が良かったと。こういう手があったと言ってますね。で、こうやって。まあ、ここまでしか示してないんですけど、この、うーん、全体の死活がどうなるかですね。 ちょっとこれまあ、これは逃げてるんですけども、この時に割り込みの数字がありまして、ちょっとこれ白も心配な形なんですよね。例えばこうやって取るのは、こうやって取られまして、こういうふうに白も取りに行くと、やっぱり自分の、自分の目もね、なくなるっていう意味もありますから、 これは、白も目がないんですよね。結構心配な。これに行くの結構心配な形なんですね。なので、怖い。怖いというか、まあ結、こ構ここまでは、あの、誤角だったと評価中うんここと、ここに変わった。 ちょっと評価値落ちました。まあ、今打つ必然性がなかったことなんですかね。すぐ行ったので、こういう形になりまして、えっ、ー、と、ここで、えー、白の手番でお昼休憩と、まあ、これで午前、ここまでで午前中終わりまして、えー、白の一力規制の手番でお昼休憩ということになりましたね。 この後進行、予想される進行なんですが、白ぶつかって、羽、まあ、羽が効きますと、いってて、で、ここのコウになると言ってますね。このコウに黒が勝てば、えー、右上の黒は無条件で生きることができますね。まあ、例えば白がどっか打って、ここに次げば、 咳という形なので、これは無条件で生きてますね。この後、白から、なんか、中から打つ手がないので、こう打ってもって、スペース4つなので、スペース、あの、4つあるってことは、空間が2つできるので、生きてますと。で、こっちに打っても、これ4つあるので、空間が2つできるときは無条件で生きてますと。 ということで、この形は咳という形で、えー、右上は無条件で生きてるんですね。だからこうになりますと。死活は。だから、プロから、プロからここに放り込んでの特攻なので、白取り番の本攻にはなります。そうですね。これに対してこっちに打つのは、これて取る手がありますから。 全然ダメですね。ここを捉えて、潰ぶてがないですから、それてしま捉えてしまうので。まあ、羽が効いてるので、まあ、右上は、えー、こうには、最低、こうにはなりましたね。という状況。で、えー、まあ形成的にやっぱり、プロはやっぱり右上ちょっと苦しいしのぎなので、まあ、若干白というのが、まあ、ここまでの AI の評価。 ですが、まあ、人間的にはやっぱりこの後正しく打つっていうのが非常に難しいで,難しいですので、まあ、非常にまだまだ難しい形成なのかなと思います。というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。